兵庫県警は今日2015年頃に発生した窃盗事件で押収した証拠品を捜査上、必要がなくなったにもかかわらず被害者に返還していなかったと明らかにしました兵庫県警によりますと鹿間警察署で2015年から2016年にかけ車上荒らしなどで逮捕した男の自宅から押収した証拠品 およそ300点のうち200点を捜査上、必要がなくなったにもかかわらず7年以上にわたって被害者に返還せず署内に保管したままだったということです未返還の証拠品の中に現金や貴金属はなかったもののおよそ60点ほどが運転免許証やキャッシュカードなど名前や住所など返還先が分かるものだったということです 今年春の人事異動で担当者が交代した際返還が済んでいないことが判明当時の担当者は日々の業務に追われ返還することを怠っていたと話しているということで警察は今後速やかに返還を進めていくとと,ともに捜査管理を徹底し再発防止に努めていくとしています